えー、お二人が明治から令和まで優秀だと思う政治家は大平正義です、うん、おお、どんな理由で岸田はさ、岸田さんはさ、あの完全に表面的な言葉だけを取って、あの真似してるんだけど、高、まあ、知会だからね、もともと。うん、でも、後期戦後の政治っていうものを決定したのは、あの大平正義だと私は思っていろ<ー>んな計画を作っていったわけ。うん その後の拡大の政権によって維持されていくんだ。うん、だから最も新しいものっていう、新規的なものを作ったというのは、私は大平正義だというふうに思います、ね。え景気がいい時代とかって、その時代にたまたま総理になっただけじゃねみたいな人もいるじゃないですか。うん。有識者会議をいっぱい作って、この日本の長期的な目標というものを立ててほしいということをやって、文書にして発表したわけですよ。 大平以降の日本の政治っていうものを決定するものになった。だから、いろんなこ政治家の評価ってあるかもしれないけど、うん、少なくとも政策局面というところを見れば、うん、私は大平正義はあの素晴らしい。うん